ヤングなでしこの愛称を持つ U から20日本女子代表は3月7日、今年の U20 女子ワールドカップ W 杯予選を兼ねた U20 女子アジアカップの B 組第2戦で中国と対戦。序盤は中国のパワーに押された場面もあったが、2対0で勝利を飾った。対戦国メディアは完全敗北とこのゲームを振り返っている。 今大会は8チームが出場し、4チームずつに分かれてグループリーグを実施。その上位2チームずつが準決勝に進むと同時に8月31日からコロンビアで行われる U20 女子 W 杯への出場権を獲得する。前半6分には中国側がクロスから決定機を作るも、日本ゴールキーパー大熊茜が書き出しピンチをしのぐ。 徐々に日本がペースを握ると同26分に華麗なパスワークから、最後は FW かた麻也が流し込んで先制に成功した。後半もポゼッションを高め試合を進めていた日本だが、なかなか追加点を上げることができず。それでも同43分、相手の左ペナルティエリアの角付近で得たフリーキック、FK を MF 天野社が直接決める。 2対0で中国を倒し、第3戦の北朝鮮戦を残して B 組の2位以内が決まりグループリーグを突破。同時に U20 女子 W 杯への出場権を獲得した。中国大手メディア、総風はこの結果を受け、完全敗北、と題し、試合のデータを紹介。中国のボール支配率はわずか37%。 シュート数はわずか2回。対して日本はボール支配率63%、シュート数は23回だった、と報じ、厳しいゲームとなったことを伝えていた。